より小さい大相撲9月場所7日目14日東京両国国技館ガリガリすぎるやん W 巨体をぶつけ合う大相撲の世界において珍しいコメントが相撲ファンから届く注目のイケメン力士そんな力士が土俵下で見せた一瞬のガックシ顔に反響が寄せられる一幕があった映像ガリガリすぎる力士のイケメンフェイス全身バキバキの 最マッチョ、力士として人気を博しているのが三段目六十枚目、山藤、出羽の海。平成十五年、二0三年、生まれの二十一歳で、身長182センチ、体重73.8キロのスレンダーながら筋骨隆々な肉体で知られる力士だ。ファンからは、彫刻ボディー、などの声が上がる。七日目、三段目六十三枚目、千代大号。 ここの絵、との取り組みでは、そんな山藤が一瞬、ガックシガを、お見せた。喧嘩気味の立ち合いの山藤をがっつり受け止めた千代大号。そのまま圧力をかけて山藤を土俵際に追い込むと、両力士はほぼ同じタイミングで土俵下へと倒れ込んだ。審判団から物言いがつき、競技が行われると、審判長から、行事軍配は東方力士、千代広秀、に上がりましたが、 東方力士の足が先に出ていたんじゃないかと物言いがつき、西方力士の体が先に出ており、軍配通り東方力士の勝ちといたします、と説明が行われた。このアナウンスを受け、山藤は一瞬ガックし顔を見せた。これを受け、山藤がっくり、ガリガリが負けた、という声が寄せられたほか、山藤、イケメンだし絵になる、良い体すぎる、 などの山藤に惚れ惚れするコメントも到着していた。アベマ、大相撲チャンネル。